や5月病じゃないですか。いやいや、まあゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。そう、行きたくない行きたくないって言って、その月曜日じゃない、うん、今週か、今回は火曜日か、はいはい、火曜日の仕事始まりで行きたくないっていう人が、はい、そう多いらしいですけど、休み明けってやっぱあれなんですかね、あんまり働きたくないでござる系なんですかね、はい、まあやっぱこう休んでた分、うん、あーまだ休んでたよみたいな感じなんじゃないですか。なるほど、あ、そっかそっかそっか。まあだからそのやっぱ ね、今回なんか10連休ってことで、まあ大型連休ってたくさん話題になってましたけど、まあちょっと忘れてたよね、仕事を して、はい、あのお金を稼いで生活をするっていうことをね、はい、忘れちゃがちでですよね、みんなね。10日も休んでしまうと、そう10日も休んでしまうと、なんかでも今回なんか経済効果半端なかったらしいですね。あ、そう、ゴールデンウィーク、え結構みんないろんなとこに行ったり行ったってことなんじゃないですか。なんか体感的にはなんか、うん、みんな若者は外に出ないみたいなことを聞いてたんで、うん、今年のゴールデンウィークはそうでもないのかなって思ってたら、まあ、ニュースではなんかすごい行列もいっぱいできてるし、はい、あの高速も渋滞でいっぱいみたいな感じで、うんうん、なんか行きました？いや全くもうね、映画を見に行きました。ああ、いいじゃないですか。映画はもちろん行ってますよ、はい、何見ました？あのピカチュウ。ああ、いいな、もう見たんだ、名探偵ピカチュウだ。そうそうそう、いいな。いた、いたよピカチュウが。そう、てか ポケモンがね実在するんだよね。いや、やっぱりそうなんすよね、うん、やっぱその夢がちょっと叶ってる感が。そう、いや可愛かった。一方僕はアベンジャーズ見てちょっと高まってました。エンドゲーム見ました、見ました。うわー、いや行きたいなって思った。映画やっぱ見に行くと、はい、あれですね、予告編でさ、あれもこれもあれもこれもってなるね。いやそうなんですよね、うん、いやしかも結構、うん、このゴールデンウィーク、うん、やっぱこう日本的には狙い目だったのか、うん、映画館見てた。いや違う違うんですよ、いやあのむしろその混んでたんですよ、やっぱりこう、ね、大型の作品が目白押しだったよね。そうなんですよ、まあ、コナンだったり、そのアベンジャーズだったり、ピカチュウだったり、あと何でしたっけ、この間超混んでたの何だったっけ、あ、キングダム、そうキングダム、キングダム、はいはいはい、キングダムも見ました。あー、めっちゃ見てる。深夜とかでももうチケットが取れないぐらいに盛り上がってて、こんなに混んでる映画館久しぶりに見たわ。でもなんか嬉しいな、なんか昔なんか映画館行ってた時さ、はい、結構ガラガラでさ、はい、なんかこんなに広い場所を取ってこんなに大きなスクリーンで流してるのに採算取れるんだろうかって思ってちょっと心配してたからさ、映画業界がなんかもっと盛り上がればいいのにって思ってたけど、心配ないね。どうなんですかね、なんか僕は行く身としてはこう映画業界のはどうなんですかね、年々こう来る人とか増えてんのかな、減ってんのかな。でもその 3D とか、はい、その、あの 4DX とか、はい、映画館ならではの、まあ、確かにそのものは結構増えてきた気がするんですよね。映画館も頑張ってんだな。そうそうそう、あはい、ということでそろそろ放課後が始まります。よろしくお願いします。大好きになったキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を見たことはないですか？その夢を形にするキャラクタープロジェクト、それが雄星高校。雄星高校は僕たちが青春を謳歌している架空の高校。ここで僕たちは高校生活を送り、他の生徒たちと過ごし、いろいろな物語が生まれ成長していく。そんな高校の放課後に流れる校内放送、雄星高校ラジオ部アット部員募集中。放課後になりました。雄星高校ラジオ部部員、高坂初之助役天月です。同じく雄星高校ラジオ部部員、葛の葉賢子役山本和富です。なんかまあその僕的にはこうやはりなんかまあ仕事が仕事なのもあって、あんまりそのゴールデンウィークはやっぱなんかゴールデンウィークって感じがあんましなかったんですけど、なんか他にはどうでしたか、ゴールデンウィーク感は。ウィーク感、ウィーク感、なんかね、ゴールデンウィークでその遊びに行くところに行かなかったから、あんまり、はいはいはい、そんなにその感じてなかったんですけど、はい、都内がめちゃめちゃ空いてました、うん、
あの車がね逆に、うん、出てっちゃってってことか。そうそうそう、みんなあのアミューズメントとかに行っちゃってて、あの都心のなんか働くオフィス街みたいなのが結構空いてましたね、うんうん、あそうなんすね、うんうんうん、それはなんかそっかそっかそっか、うん、じゃあ逆になんかこうそれこそ原宿とかは混むっていうかみんなやっぱ遠出する期間だったんですかね。そうね、だってやっぱさ、はい、その日帰りってなかなか難しいじゃない、まあね、どこかに行くときになんかちょっとゆっくりして時間かけてみてみたいな、はい、ちょっと混んでるからあれですけどね、その分時間かかっちゃいますけど、はい、でも子供の頃はその両親がさやっぱ休みになるから嬉しかったかな。あなるほどね、うん、遊びに行けるじゃん、ね、そう一人だとねそんな遠出できないから確かに、うん、いやまあ皆さんもね、うん、ゴールデンウィーク楽しまれてたらいいなという、はいはい、楽しみましたかどうでしたかはい、それでは雄星高校ラジオ部アップ部員募集中、放課後の時間楽しんでください。ラジオ部アット部員募集中、改めまして天月です。改めまして山本克臣です。この番組は雄星高校からお送りしています。まあということでね、うん、ゴールデンウィーク明けての初めての放送ですか。みんな明けましたやる気出して起きて、明けましておめでとう。何が5月病じゃでもね、はい、まあ、先週もお話ししましたが、はい、こう年号も令和になりまして、ね、いよいよ始動ですよ。ゴールデンウィーク明けて、ね、まあ、本格始動という感じですね。まだ僕あんまり見てないな、なんかこう表記で令和って書かれてるの。あ、僕も見てないわ。ちょっと役所行ってこようかななんかあれ回ってきました。どうなってんだろう。ツイッターとかでその免許の更新をした人がその期限がいつまでみたいなね、次の更新は令和4年みたいな感じでこう書かれてるみたいな。いいないいな、いいな、新しいもの好きみたいな。いやでもなんかねすごいみんないいですね、なんかホクホクしてる感じが、まウキウキ。でも例年よりはウキウキするかもしれないね、うん、なんかあの5月病なんかあの何でしたっけ、あのカズレーザーさんが、はい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 、名前がね、あのそうそう名前があってとこもあるんですけど、うん、あ違うんだ。そのこう年号が変わるときに、うん、僕素晴らしいなと思ったのが、うん、そのなんすかね、変わる感じがこうしないっていうか、うん、なんかそのスッと変わったじゃないですか。うんうん、そう感じれるのってそういうその作ってきてくれたんだなって、その流れをとかそう平和的にこう変わっていったっていうこのなんかこう日本を作っていってくれたんだなみたいな、なるほど、偉大さを感じましたみたいな、なんかこう言葉をしてて、あーなるほどなと思って。今回またあれですもんね、はい、あのなんかその、はい、引き継ぎ式みたいなのがあったじゃないですか。そういうのもなんかいいですよね。なんか毎回こんな感じで、はい、あのお祝いしながらできたら楽しいなとそう、まあやっぱみんなねなんかこう前向きにいきたいですよね、うん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 、なんか僕それを見てて、うん、あの全然関係ないですけど、うん、そのなんか結構皆さん神社とかやっぱ行かれてるじゃないですか、このタイミングで、はいはいはい、お祓い行きたいなって思ってるんですよね最近。お、なんかあった？結構ありました日常でマジで？ここでは言えないことだから。あ、言えないこと。じゃあちょっと終わったら聞かせてもらって、あ、じゃあそれ言っていいと思うよっていうのがあったら、まあ次、まあ、今度ね、はい、ちょっと聞かせてもらいましょう。行きます？お祓いとか。お祓い？はい。いやーまあ、初詣ぐらいかな。なんかあれだよね、あのバシバシ殴られるやつでしょ。いやあの白いなんか紙で。わかんないですけど、どこまでやられるか。キエーみたいな滝行とかさ、そういう感じじゃない。そう、どうなんだろうな。なんかいろいろあるんですよね。でもなんかその調べてみると結構価格とかもあるんだと思って。
あ、もう違うんだ。それによって、レートによって、多分やってくれること違うんですよ。なるほどね。じゃあ一番高いやつがいいんじゃないの。いや、どうなっちゃうんですかね、一番高いのだと。いや、もうなんだろう、もう10人ぐらいに囲まれてなんかいいものまで落ちてきそうですかごめかごめみたいな感じでさ。どうぞ。いや、でもちょっとそうなんですよね、なんかちょっと行ってみてよ、行ってみてよ。いよいよ本当に転ばねえかなみたいな感じなんですよね。あ、そうなの。はい、ちょっと後でね後で聞くわ。いやですね、まあ、気になるわ。そろそろじゃあ、はい、あのね、いつもあのふつおたをちょっと読んでいこうかなと思います。はい、いただいております、はい、ラジオネームレイニーブルーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、山本さん、天月さん、うん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークが終わってしまいましたね、うん、次の祝日は7月の海の日です、うん、私は6月生まれなのですが、うん、6月だけお休みがないのってなんかおかしいと思いませんか。梅雨で学校に行くのが面倒になることは多いのに、うん、月曜日から金曜日まで1日も逃げ場がないんです。天月さんは6月がお誕生日なので、私のこの憂鬱な気分を分かってもらえると思うのですが、どうでしょうか。6月誕生日なのね。そうなんです。そして山本さんは6月にどんな印象がありますかということです。6月ね。そう、6月の印象どうですか。え、僕は誕生日が6月30日。どうした、はい、違うんです。じゃあ僕は、うん、あの自分としては夏生まれです。いや違うね。来た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 。違うね違うね。いや、こうみんな言うんですよ、6月だ、梅雨ですわ。違う、梅雨でもないんですよ。梅雨終わってんすよ、630は。じゃあもう何もない。来た来た。もうみんなそれ言うの。何でもない。何でもない。いや、だからこその天月さんの誕生日よ。おお。じゃあ作ろう祝日。そうそう。630。選んで生まれてきてくれたのよ、天月さんは。6月30日を。やった。そう、来た。そういうことよ。じゃあそうですね、まあでも6月ね、うん、祝日ないから、じゃあ祝日がないのはかわいそうだから祝日にしましょう、うん、あ、かわいそうだから祝日。そう、かわいそうだから祝日。なるほどね。真ん中くらいポコンって。ポコンってなんでだろうね。なんか2月とかだとさ、はい、その日にちが短いからまだなんか意味わかるけど、はいはい、6月は31までありますよね。30で30。あ、30までか。そうなんですよ、はあ、僕までです。そっか。僕まで。僕が終わりです、6月の。あ、じゃあもう締め日にね。いや、あるじゃない、6月30日、はい、いや、まあそ、僕はいいかもしれないですよ。でも他はそうじゃないじゃないですか。だか6月の印象ですよ。いや、小休止なんじゃないですか、やっぱその僕春から夏への、あ、まあ準備期間とか、うん、はい、夏の準備、夏の準備、ね、浮き輪とか買って、はい、一回家の中で膨らましてみたりとかっていうね。夏に向けてちょっとそろそろ鍛えとかなきゃなとか思うけど、はーはーはー、6月下旬ぐらいにはやっぱ手遅れっていう時期ですね。そうだね。あと、そうね、15日ぐらいかな。もう一つぐらい行きましょう、はい、ぜひ、はい、いただきました。ラジオネーム、お二人にのんちゃんって呼ばれたいさんからいただきました。あ、のんちゃんさん、のんちゃんさん、はい、のんちゃん、のんちゃん、はい、はい、かつとみさん、まつきさん、こんにちは。こんにちは。お二人のラジオいつも楽しく拝聴しています。私は今年受験生なので、うん、ツイッター、YouTube、アニメ等を立つべきか悩んでいます。え、お二人は受験生の時何か禁止していましたか。よければ教えてください。これからもラジオを楽しみにしています。なんかさ、僕ね、こう、僕はどっちかっていうと、まあ言ってしまえば立たなかった人間なんですよ。何もね、はい、うん、でもなんかやっぱりこう、うん、あのこういう活動してると、うん、来年受験なんで、うん、ちょっとこう例えばイベントとか行けないと思いますみたいな、うん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 、そうね、お手紙とかでね、はい、でも頑張りますねって言って、うん、でもそういうの聞くと、あ、頑張ってねって、うん、やっぱその決意はすごい大事だなと思うし、うん、立つの僕からしたらもうすごいなと思うの、うん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 、だから僕からするとやっぱ好きなものって原動力だから、なんかその、まあ、365日ある中で、まあ、そのまあ別に毎日じゃなくともやっぱそこをこう栄養をそこからもらうことによって日々を頑張れている人間なので、こうエネルギーを放出してばかりではね、
すごいなと思うんですよ。立つ、どうですか、立てるタイプですか。いや僕は結構あの自分の欲望の赴くままに行動するタイプだから、はい、立つことはそんなにないかな。まあいい意味でも悪い意味でもすごいこう精神力が必要になってきますよね。なんか立つ精神力も必要だし、それなんかこう例えばこう欲しなんですか、まあ、欲求がこう足りてなくなってくる時もこう我慢しなきゃいけないわけじゃないですか。あ、まあそうですよね。欲望とも戦わなきゃいけないし、そうだもう大変だよね、勉強も頑張んなきゃいけないしみたいな、こう圧が、時間を決めてやっぱちょっとは補給した方がなんか僕はいいんじゃないとは思っちゃうかな、って思っちゃうんですけどね、なんかこうやっぱ頭使う時ってやっぱそのなんか糖分がねこう必要、糖を摂取すると頭が回るとか言うじゃないですか、やっぱ根詰めすぎても良くないんだと思うんですよ。そうだよね、まあ、ちょっと僕らこれをそそのかすみたいになっちゃうんですけど、でもやっぱその人間やっぱこう楽しみとかをこう前に置いとくとやっぱ頑張って、ね、やる気がね、そうよりね頑張れる、そう何のために頑張ってるかっつう話なんですよ、っていうところなので、なんかこう一日何分とかで、なんかそこはね、まあ、自分の精神の状況を相談していただいて精神の部屋に、はい、せっかくねなんか僕らもちょっとやっぱそういう人たちをこう応援したい気持ちもあるわけじゃないですか、だから全然こう僕らの一つ一つの活動を活力にしてもらえるのは嬉しいので、嬉しいよね、はい、もういくらでも好きなだけこう調理していただいて、好きなように好きなようにって感じで使っていただいて、ね、みたいな、はい、はい、ということで皆さん普通とありがとうございました。皆さんの日常の出来事を僕たちに聞いてほしいこと、疑問質問お悩みなど何でもここに送ってきてください。メール待ってます。郵政高校ラジオ部アット部員募集中。郵政高校アイテム部。郵政高校ラジオ部のツイッターと今放送しているラジオ部との期間限定連動企画です。現在はスピンオフ企画ということで郵政高校ゲーム部をやっています、はい、ですがなんとですね、はい、あのまあ、今絶賛アプリをリリースしたいぞということでプログラム中、はいはい、記念を作ろうかなと、あ記念品、はい、あよくあるよね、あの、はい、リリースした時にグッズ、はい出してプレゼントみたいな、まあ、以前やってたプレゼント企画みたいなのもまだちょっとね、はいはい、いろいろ詳細は未定なんですけど、まだなんかちょっとねあの作りたいぞという気持ちがあるみたいなんで、いいねいいね、ちょっと僕らですね、あの、まあ、プログラムチームが頑張っているところで、あのこのちょっとそれに沿って、はいはいはい、ですね、僕らからの案出しじゃないんですけど、ちょっとぜひこの企画をいこうかなと思います。ほい、このアイテム買ってよかった平成31年ベスト3、はいはいはい、ということで、まあ1年が始まりまして、はい、もう5ヶ月ですか、経ちましたが、令和元年入りまして、アイテム部ということで今年買ってよかったアイテムベスト3を発表していこうかなと思うんですが、わかりました。まあね別にこう、いいっすよ、あの買ってよかったベスト3くらいでもいいので、あのそう、ね、ぜひちょっとおすすめしたいものがあればなるほどくらいなんでいいかなと思います。はいはい、はい、なんかありますか、僕から言いましょうか。あじゃあ淡月が買ってよかったベスト3の3、はい3 スチーマー、おースチーマースチーマー、あのなビガンスチーマー、あうわーって出てくるやつだ、はい、霧みたいなのが、そうなんですよ、良い、今までこうやっぱそのなんすかね、そういう美容アイテムみたいなのとかって全然使ってこなかった身なんですけど、なんかこういいんですね、ああいうのってっていうのの僕決め手になったアイテムがビガンスチーマー、へー、なんかこうやっぱ僕朝すごい弱かったりとかするので、その撮影だったりする時とかもそのスチーマーやってもらうと、そのあったかいのと冷たいのが出るんで、目も覚めるし顔のむくみも落ちるしみたいな感じで、なるほどね、はい、でなんか気持ちいいんですよ単純に、だからなんかその終わった後とかもそれやると、なんかこう潤うみたいな、はい、そんな感じで、いいな買おうかな僕もじゃあはい、じゃあすいません、じゃあ和富さんのベスト3の3、ベスト3、倒れないテレビ、
おー、はい、うち猫がいて、はい、あのチェルターに、はい、あのチェルターが後ろに潜り込んで、はい、テレビを一回倒したんですよ。買ったばっかのテレビを、はい、倒したんですけど、あので画面割れて、うんうんうん、あのお亡くなりになっちゃったんです、そのテレビが。だからそのなんだろう、こう空気圧みたいなので下にくっつくテレビが、はい、あって、もうそれさえ置いておけば、はい、もうチェルタがもうどうしこう画面を揺らそうが絶対倒れない、はい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 、で地震の時も安心安全。あーなるほどね、はい、いや、まあね、確かにそれは動物よくありますからね、はい、倒しちゃうとか、はい、はい、じゃあ次、天月の買ってよかったアイテムベスト2ということで、はい、エアポッツ。エアポッツって何？まあ Bluetooth イヤホンですね、簡単に言えば、うん、iPhone、 あの Apple から出てるその、まあ、Bluetooth イヤホン。ポッツ、エアポッツ。ポッツ、あ、耳からうどん生えてるぞと言われてるエアポッツ。あ、はい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 生えてる生えてる、みんな生えてるよねうどん。あの正直言うと、うん、今までやっぱその、まあ、音楽やってる身もあって、うん、いやー Bluetooth イヤホンはなみたいなとこあったんですよ。やっぱ有線の方が一緒みたいな、うん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 、まあもちろん確かに音は、ね、あの有線の方がいいっていうのは、うん、まあ、変わらないんですけど、うん、あの便利、めっちゃ便利。なんかつけてるの忘れたりしないの？てかなんかちょっと僕どっちかっていうと、うん、音楽も聞かずにイヤホンつけてるタイプなんですよ。静かになるから。ほう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 。なんですごい結構つけ心地が良くて、割と音も聞いてないのにずっとつけてることが多いんですよね。外れたりしないの？結構しっかり入ってんすよ、あんまポロって取れなくて。でしかもなんかこうもう開くと、うん、すぐこう iPhone と同期されて、もうつけたらフォーンって音が鳴って、うん、すいません、イヤホンにかけたわけじゃないんですけど、あ、拾わなくて大丈夫ですよ。あそういうことか。もういいわ。はい、じゃあどうぞ。2、買ってよかった2。なんだろうな、僕でもヘッドホンはお気に入りの BOSE のヘッドホンがあって、はい、僕耳がちっちゃいので、はい、だからイヤホンがすぐ取れるのよ、はいはいはい、でなかなかこういいのがなかったところ、はい、BOSE のあのコンフォートかな、はい、のやつが僕の耳にぴったりでふっかふっかで、はい、もう僕これしかヘッドホンつけれないぐらい超お気に入りのやつ、結構おすすめです。ここに来て、はい、なんか同じ、はい、音楽製品はい、ありがとうございます。じゃあですね、はい、天月の買ってよかったアイテム1位ということで、1位はこれちょっとまた美容アイテムになっちゃうんですけど、うん、そこから、うん、もうほんとこれ買ってよかったって思ったのが、うん、美顔器。美顔器、美顔器、なんかほんとなんこんな顔に当ててて何が起きるんだと思ってたんですけど、なんだっけ、 ESP じゃないや、なんかそうなんです、EP、まあ要は電流が流れてみたいな感じなんですけど、ね、なんかその僕あのちょっと皆さんには全く興味のないお話かもしれませんが、あのやっぱその朝弱い上になんかこう顔がむくみやすいんですよね。いや興味あると思うよ、あのむくむ結構みんな困ってるじゃん、はい、うん、でもなんかそれやっぱし要は美容製品ってやっぱ合う合わないとかあるし、なんかやっぱ分かんないじゃないですか正直、うんうん、なんか割とお高いから手に取るのもちょっと悩むみたいな、はあはあはあ、でもその僕がちょっとそのおすすめされて使った美顔器がほんと感動して、うん、もうなんか全然違う、もう全然違うんですよ。片方だけやった？でもやっぱ顔面やって半面やってみたいなやるんですけど、うん、やって比べた？いや本当に、比べた？いや全然違う。もうなんかこの感動をちょっと伝えたいんですけど、うん、なかなかやっぱ自分が体験してみないと分かんないとは思うんですよね。ただ本当にそのメイクさんとかもびっくりしてて、うん、なんかもうなんか友達とかに貸すんですよ、うんうん、その撮影とかで一緒した人とか、あこれいいよ、そうみんな欲しいって言うんですよ。本当にそんぐらいすごくて、それがなん と, もなんと今ならプレゼント企画出ない。じゃあちょっと1位をぜひ。あ、やっぱね、まあベスト、山本ベスト1は、はい、丸太。え、
丸太ちゃんですよね。まあ、買ってって言うとあれですけど、はい、買ってよかった。ああ、そういうことか、うん、びっくりした。なんか その丸太かと思っちゃった。いや、あのワンコをね買って、はいはい、びっくりした。お迎えしてよかったなと。ああ、いいですね。思っておりますね。それはちょっといい話で終わっちゃう、はい、じゃあそれを、はい、リリース記念でいただけるということで、はい、いやいやいや、ダメでしょダメでしょダメでしょまあちょっとね、その、はい、アプリリリース記念のグッズも、はい、はい、ちょっと考えていきたいと思いますので。参考になったのかな、はい、なってないかな、うん、まあでもまあちょっとまとめで言うと、うん、多分その皆さんが使いやすいものがいいと思うので、うん、まあ、今回も何かちょっと多分ね、小物だったりとか、そうですね、身につけられるものはいいかなということで、うん、じゃあそれはまた次週僕たち電化製品がちょっと多めだったからね、突然家電芸人みたいな、うん、始まったかみたいな、うん、はい、ありがとうございました。以上、雄星高校アイテム部でした。雄星高校ラジオ部あと部員募集中、下校時間となりました、うん、ねえ、あの、はい、全くこう参考にならないこのプレゼントいや、まあそのプレゼント の、はい、あのお題には参考にならないかもしれないですけど、はい、あの世の方々、あ、世の方々、方々結構お悩み多いですかお肌のお悩み多いですから。でもなんか、はい、ちょっとあの最近はやっぱその、うん、もう世間的にも、うん、なんか男の子もみんな化粧したりするんだなってすごく思いました。っていうかすごいなって思うよね、はい、っていうか女性がさ今までやってきたわけじゃない、はい、それを、はい、僕なんか面倒だなって結構思っちゃうタイプだから、はい、なんかやっぱ女性ってすごいな。いや、すごいんですよ。てか化粧品の幅の広さよって思いましたもん、僕本当に。何選んでいいか分かんなくない？いや、全然分かんないです。だから、って言われてね、本当メイクさんとかね、うん、みんなメイクできるようにするわけじゃないですか、いろんな。そう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 。すごいなと、すごいなということで。はい。それではここで雄星高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト雄星高校。僕たちがいるゲーム部の他にもいろんな部活が始まる予定です。番組の公式ツイッターをぜひともチェックしてください。番組のツイッターハッシュタグはシャープユーラジ、ユーは漢字で遊ぶ、ラジはカタカナです。ラジオを聞き逃しても YouTube の雄星高校チャンネルで過去放送を聞くことができます。詳しくはツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れる完全無料のコミックサイト、コミックパッシュにて雄星高校ゲーム部のコミカライズが毎月第1土曜更新予定で連載中です。現在第13話まで無料公開中でございます。またパッシュプラスではユーラジの予告記事が配信前日金曜日に掲載されています。そちらもぜひチェックしてください。この番組ではメールを大募集しています。雄星高校お祭り部ではあなたの誕生日などハッピーな出来事を送ってきてください。僕たちがお祭り気分でお祝いします。そして新部活動物部では動物エピソードを募集しています。飼っている動物の話やこの生き物を知ってますかなど動物ラブなメール待ってます。他にも普通歌お待ちしてます。あなたのことを放送部の僕たちに教えてください。番組のメールアドレスはゆうせい @joqr.net、 ゆうせい @joqr.net です。はい、そして先週に引き続き私がハマった作品、そして僕たちにしてほしい部活待っております。はい、というわけで雄星高校ラジオ部アット部員募集中、お相手はラジオ部部員天月と同じくラジオ部部員山本勝富でした。それでは来週のこの時間まで頑張りましょう。